じゃあ準備よろしいですか？いつでも OK ですか？少々お待ちください。パターン増えるぞ、パターン。いつでも OK です。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では使っていただいて。もういろんなにも書いてない。すごい。まだじわじわ来てる感じですか？なんかそうですね、こうやっていろいろ話させてもらう機会多くて、今日、はい、なんかだんだん、あ、優勝したね。一回新幹線でちょっと抜けたもん、ね。優勝感で、ね、新幹線の、ゲームしてたの。寝てたし俺。見て、てるくん上見てる。せっかくの写真なのに。あとレオ、手上上げるな言われてたのに、上げて妻の顔見えてない。ジョエルでも低くない、なんかめっちゃしゃがんでんのあれ。あとヤン見て、ボス、いや、ヤン縮んでって言ったらめっちゃ縮んでる。めっちゃ可愛いな。ボス、ボス、エズーの顔隠してる。監督が手上げてるわ。そう、だから前は、前はこうしてくださいって言われてたんですよ。かわいい。でもレオ本当抜けてるんで。レオ全然人の話聞かない。はい、しっかり上げてかぶってる。残念ジョエル。岩田選手は本当にちゃんと越しますね。はい、俺もカップ掲げたいけど、うん、ここにこうやって出しましたね。ギャーってやりました。確かに。超いい写真。いい写真ですよ。シャーレ待ちですか？どこにあるんですか今？今はどこですかね。もうちょい。あ、リュウのとこか。リュウとリョウ。すごいわ。本当にすごい。俺シャーレ見たとき本当にやべえって思いました。めっちゃ重くないこれ。重い。でも8キロぐらいだと思います。すごい、すごすぎる。筋トレめっちゃしすぎてどれぐらいがどれぐらいか。10キロないと思うな。わかんない、あるかな。7キロ。うわ、惜しい。すごい、ニアピン。すごい。やっぱり日頃の成果出てますね。週5で筋トレの成果出てる。やってるだけありますわ。こっちも重いから。ああ、そっち思ってないっすわ。すごいな、優勝したんだ。では、お祝いにします。4、3… では、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当に優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ試合終わって数時間しか経ってませんけども、はい、率直な今のお気持ちを水沼選手から教えてください。まあ、優勝した瞬間は、最高な喜びでしたけど、ちょっと時間経って、はい、一旦ちょっとこう冷めた感じはありましたけど、またここからじわじわと、ここに横にもありますし、あ、優勝したんだなっていう気持ちです。噛み締めてますか？噛み締めてます。抱きつきたいです。実際持ってみていかがでしたか？いや、なかなか重いなっていうのに思いましたし、すごい大きいなっていう印象ですね。でもこれを目指してやってきたので、はい、本当に最高な気持ちでした。いかがでしょうか？いや、もう本当に嬉しいですし、ほっとしたのが一番ですね、自分は。ほっとした、どんなふうにほっとしましたか？はい、優勝がかかったこの1ヶ月間、あのプレッシャーを感じてたんですけど、まあ、やっぱり本当にシャーレを掲げられて、本当にほっとしてます。今お話にもありましたけども、王手かかってからかなり時間かかったと思いますが、その時の心境いかがでしたか？まあ、大手って言われてから1ヶ月経って、まあ、ホーム2連戦で2連敗してしまったっていうところはすごく自分たちの中では結構ショックが大きかったんですけど、まあ、そこで中断に1回入って、ルヴァンの決勝だったり天皇杯の決勝っていうのをそれぞれ選手が見て、やっぱり優勝するためにはこれが必要なんだ、どれだけの気持ちを出してどれだけ勝ちたい気持ちを出せるかっていうところが大事なんだなっていうのを改めて感じて、また中断明け練習に入っていったんで、そういう意味ではすごくみんながすっきりした気持ちで、この前の1個前のレッズ戦に向けて準備できましたし、そこから一気に、みんなで、ここまで来れたので、なんかいろいろな感情はありましたけど、みんなで乗り越えたなと、そういう気持ちです。
水沼選手にとってやはりマリノスで優勝するっていうことがかなり大きかったんじゃないですか。そうですね、あの昔そのプロになりたてはマリノスに入って、うん、マリノスで優勝したいなって気持ちはありましたけど、一回このマリノスと飛び出して、まさかマリノスに帰ってくるなんて思っても見なかったんで、そのマリノスに帰ってきたこと自体もなんか、あ、そんなこと、そんな未来ってあるんだなって思ってたんですけど、そのマリノスで優勝することができたっていうのはね、なんか幸せだなと改めて感じますね。今シーズン背中の名前も変えて、はい、かなり覚悟を張ったと思います。そうですね、あの昨シーズン、自分でもすごく悔しいシーズンを送って、まあ、いろいろ迷った去年のオフシーズンだったんですけど、新たにこう名前を変えて覚悟を決めてマリノスで優勝するんだという気持ちで臨んだこのシーズン、マリノスも30周年ということもあったので、そのなんか節目のシーズン、自分の覚悟を決めたシーズンでこうやって優勝できたっていうのは嬉しいなと思ってます。岩田選手は移籍してきて2年での優勝ですけども、そこの部分の心境いかがですか。やっぱり去年その優勝するつもりできて、まあ、光太くんも言ってましたけど、もう悔しい思いをしたシーズンだったので、もう優勝を逃した瞬間からもう切り替えて、もう本当に今年優勝するためにやってきたので、もう安心してますし、ほっとしてます。マリノス支えてきたお二人ですけども、お互いどんな印象をお持ちなんでしょうか。もう本当に智樹は今年1年間本当走り抜いたなと僕から見て思います。あの智樹がいなかったらやっぱり守備の安定っていうのはなかったと思いますし、ボランチで出たりセンターバックで出たりポジション変わることはありましたけど、でもやっぱり後ろに智樹がいてくれるっていうのはすごく安心感があって、もう本当に心強いなと思っていたので本当に感謝してますし、やっぱり週5の筋トレの成果が出てたなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どんな先輩ですか。やっぱりもう一番はもう本当に心強いです。もう光太くんがいてくれたからも優勝できましたし、サッカーの部分ではあの光太くんがボール持ったらもう何か起きるんじゃないかなって後ろからずっと見てましたし、得点が入る感じはしてたので、もうボールが当たったらもうなんなら渡してもう光太くんに何かをこうしてもらおうみたいな感じもあったので、うん、心強かったですし、ピッチ外のところもチームをまとめる力っていう部分はすごく感じてたので、もう光太くんなしでは優勝なかったのかなと思います。言い過ぎです。ありがとうございます。嬉しいなって。ありがとうございます。できた後輩です。はい、自分で言うのよ。このマリノス今シーズン得点リーグ最多70得点、そして失点もリーグ最少対35点ということで攻守ともに安定したと思うんですけども、その要因ってお二人考えるのどこにあると思いますか。僕らこの過密日程のこの1年間をあのメンバーを変えながらとかいろいろな形で戦ってきたんですけど、もうとにかく、誰が出てもマリノスのために勝つためにマリノスのサッカーをするんだという気持ちでやっていたので、まあ、それが一番の要因だなと思ってます。でやっぱりあの僕らは 1-0 で終わるのがすごく寂しいとか、2-0 になってもいや3点いこうよ、いや4点いこうよってそういうサッカーをしているので、そういう意味ではそこまで得点を積み重ねられたのかなと思ってますし、その中でもやっぱり失点も少ないっていうのは、まあ、智樹含めやっぱり守備のみんなプラス、まあ、攻撃陣も最初のプレスの、最初の守備のきっかけを作る、プレーをしてたので、本当に一体感を持ってサッカーができたからこそこの結果になったんじゃないかなと思います。今回お二人に見ていただきたい VTR があるんですけども、はい、ちょっとご覧ください。サポーターとファンの方からいただいています。岩田智樹選手は、まあ、中盤に入ってもセンターバックに入っても、まあ、対人の強さで絶対的な安心感がありますし、まあ、あと終盤でも、まあ、いい果敢に攻め上がって、マリノスのサッカーを体現してくれているところはすごい今年 MVP かなって思います。ボランチなのにセンターバックもやってあれだけカバーしてくれてるんで、チアゴ選手抜けた分すごいディフェンスラインを保ってくれてるんで MVP 選びたいなと思います。 MVP だよ。やっぱその1対1負けへんところでこう自分より
フィジカル強い選手だったりとか、クエアだって感じる相手に対してどういうアプローチを心がけてるかなっていうのは気になります。もう必要不可欠というか、いなきゃダメな選手なんで、やっぱ取ってほしいところでボール取ってくれるし、やっぱいてほしいところにちゃんと顔を出してくれる、そういうところですね。どうやったらあんなにマッチョになれるか知りたい。集合の筋トレです、はい、外国人選手と並んでてももうやっぱり抜きん出てやばいんで、すげえなって本当に思います。何食べたらそんな筋肉になるの？食べれなかった。食べれなかった。硬いんで、何食べたらそんなに筋肉つくのかな。ハルクとか言われてるぐらいだからね。自分で言ってるだけですけど。いやいやいや、ガンちゃんの名付け親っすよ。自信のある筋肉を見せてください。お願いします。見たいです。水沼コートのすごいとこって、絶対にその、ね、気持ちで負けないとこが強い、すごいんじゃないかな。次に言えない。なんかもう全部言ってくれよ。そういうことだよね、多分。私、皆さんそこに行って。そう、私はでも笑顔が好きだよ。シンプルなんですけど、いつも、いや常に明るくて、あの笑顔に元気をもらってます。はい、もう本当に声を出して盛り上げるっていうところもすごいですし、やっぱりお父さんから受け継いでるマリノスの DNA を一番体現してる選手だと思うので、やっぱり水沼選手がいるマリノスで優勝したいなっていう気持ちがすごくあります。その多分チーム自体の支えになってるし、サポーターからしてもなんか信じられる存在っていうか、そんな感じで、なんか安心できる背中っていうんですかね、本当に見てて期待できるし、本当にこれからも頑張ってほしいなと思ってます。やばいな。ボールが来るか来ないか分からないところを微妙に駆け引きしながら、こう周りをよく見て駆け上がっていく、あのちょっとした仕草がすごい好きです。よく見てます。なるほど。お父さんとどんな話するのかなってちょっと気になったりします。水沼選手はサッカー以外の話でどんなことを話したりするのかなって、ちょっとこう覗いてみたいなっていう感じがします。あの芸術的なクロスとかから、あの選手が点を決めるのがすごくかっこよくて憧れます。どうしたらあんなにキックがうまくできるんですかって質問したいです。これじゃないですか。やばいな、それは。ガニ股でこうやって歩いてる。大事かもしれない。たくさん質問いただきましたけども。こんなに足大きくなってほしくないわ。かわいそう。まず最初、水沼選手、お子様からどうしたらキックが上手くなるのか、はい、やはりクロスのイメージが皆さん強いと思うんですけど、今日の試合でもありましたが、はい、あれどういうふうに意識しているとかありますか？そうですね、基本的に大事にしているのは中の、チームメイトの動き出しと相手の、いる場所で どこにスペースがあるかっていうところを見て、まあ、これまでプロになる前からずっとキックの練習してきて、いろんな球種を蹴れるようにやってきたので、そのタイミングを中のタイミングを見て、どの球種が今一番相手にとって嫌だかなっていうところで選んで蹴ってるんですけど、まあ気持ち的にはここに入ってきてくれっていう気持ちで蹴ってるところが大きいかなと思います。それは蹴る瞬間にどの相手を見とか味方をどの瞬間に見て判断してるんですか？まあ、イメージもありますけど、止めてボール止める前とか、ダイレクトで上げるんだったらボール止める前だし、一回止めて蹴るんだったら一回止めた後にパッて見て、でも本当に一瞬なんで、それって一瞬のタイミング逃したらもう上げれないとかそういうのあるんで、もう本当あとは感覚的にここに入ってきてほしい、ここだったら絶対点取れるぞっていうところに上げるようにしてます。でもそこに味方を来てくれという思いも、そうですね、はい、それを思いを乗せて、あとは信じてくれっていう、その気持ちが大きいかなと思います。岩田選手から見た水沼選手のキック、クロスってどうなんでしょうか？いやもう恐怖ですよ。味方からしてももう絶対何か起きるって思うんで、チャンスでしかないと思います。むしろその光太くんのさっき言ってたみたいに入ってきてくれっていうところに入っていってって思います。味方から言えば、はい、後ろの選手からするともう光太くんがもうちょっともうそこ来るから入っていってって思うんですよ、はい、
それがうまく決まった時どう思いますか？ナイスそう、そこって思ってます。やったって、はい、思ってます。そして2つ目なんですけども、お父様とのお話出ましたが、はい、サッカー以外でどんな話をするのですかって。サッカー以外での話はもう選手気になるとおっしゃってました。いや気になります、うん、僕の娘の話しかしないです。あ、やっぱり、はい、まあ、孫なんで、もう本当にあの写真送ったりとかして、うん、もうその話しかしてないですね。サッカーかそれその話か。おじいちゃんになるね。おじいちゃん、そう、もう完全におじいちゃん、はい、もう目尻たらーんって。いや、もうなってると思います、はい、もうその話が多いですね、はい、今回の試合終わって何かメッセージもらったり自分から送ったりはしましたか？まあ、父も他の会場で解説をしていたので、うんうん、ちょっと遅くに終わってからちょっと経ってから LINE 来ましたけど、はい、もう本当おめでとうって、うん、あの言ってくれましたし、まあその、ね、メッセージだけじゃ伝わらないところもありますけど、まあ、きっと喜んでくれてるんじゃないかなと思います、うん、お父さんも喜びは大きいでしょうね。もう本当にこっちの試合が気になりすぎて解説ちゃんとできてるんだなと思いますまあでも父のことだからあのちゃんとやってると思いますけど、はい、プロフェッショナルですね。プロフェッショナルだ、そう、プロなんで解説でも内心でいろいろな思いが書いてるでしょうね、はい、うん、あのここ2試合違うところでやっててあのすごく気になったと思うんで、はい、あのちゃんと優勝っていう多分横から優勝したよっていうのが多分届いたと思うんでよかったと思います。今日は安心してぐっすり眠れそうですね、お父様は。そうですね、はい、しっかり寝てほしいと思います。では続いて岩田選手への質問だったんですが、はい、1つ目、1対1に負けないところで格上だなと感じる相手に対してどういうアプローチを心がけているんですか？いや、そうですね、体の強さでやっぱり外国人選手の方が強い部分はあるので、うん、まあ、その部分でタイミング、うん、当てるタイミングっていうのはすごく意識してますね。このボールを奪うときってどういったことを考えながら一番動いてますか？もう正直感覚的な部分があるので、うん、あの難しいんですけど、でもやっぱりその自分がボールを取れる間合いに持っていくっていうのはすごく大事なのかなと思います。その間合いっていうのはどういうところなんでしょうか？足を出して届く距離っていうのがすごく大事なのかなと思います、うんうん、また選手を見てどう思いますか？いや、もうその通りやってると思いますし、うん、でもフィジカル自分より強いなって思う選手に会ったことあるのかなって感じですもちろんあるあります、あります。いや、もちろん J リーグでいますか？います、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 います。でも大体やっぱり勝ってることが多いし、やっぱりその、まあ、一発目でちょっとやられたとしてもそれを修正して試合通しての勝率は、うん、あの高まるということは友樹はやっぱりその試合中でも学んでやってるってところがあるので、うん、本当にすごいなっていう。そんなに体ぶつかり合ってよくないのかなってすごい思いますけど、はい、名前挙げるとしたら今までフィジカルこの選手強かったなっていらっしゃいますか？あ、そうですね、まあ、アダユイトン選手とか FC東京のはバチッと当たった時に動かないんで、あのもう本当にタイミング良くないとボール奪えないですし、強って思いましたね。でもその強って皆さんファンの方からもありましたけども、岩田選手もこの筋肉の話がもう盛りだくさんでして確かに、ね、まず何を食べたらそんな筋肉がつくんですかという質問もありましたけども、はい、でもご飯のところはもう妻に任せてるので、うん、その部分ではもうその最高なサポートをしてくれたんじゃないかなと思ってます。好きな食べ物何？アボカドアボカドです。じゃあ高脂質、いい脂質を、はい、でもやっぱりお肉食べないと筋肉ってつかないですし、うん、結構お肉は取ることを意識します。かなり食べるんですか？結構食べますね。どれぐらい量1回とかあります？焼肉行ったらハラミ5人前ぐらいは食べます。すごいね。プラスあのタンとかいろんなものを食べるんで、じゃもう10人前ぐらい食べてるかもしれない。食べてる、ね、食べてるかもしれないですね。食べてるでしょ。食べてます。はい、先ほどもこれ何キロって当てられましたもんね、はい、常にいろいろなこうさ、ね、重さ持ってるからさ、分かるんだね。びっくりしました。はい、すごい、もう筋トレしすぎてダンベルでも分かります。一番使いやすいダンベルの重さは何キロ？いやー、部位によります。あ、部位によります。そうなんですよ、この筋肉にするにはそこまで発揮このシーズン中にもトレーニングして体大きくなったりはしなかったんですか？あ、してます。どれぐらい増えたんでしょう？
体重でいうと 3,4 キロぐらい増えてて、多分あの体脂肪は上がってないのでそのまま筋肉ついたんじゃないかなと思います。ユニフォームのサイズとか大丈夫でした？あ、サイズアップしてもらいました。サイズアップしたんですか？あとシーズンあのめちゃめちゃ面白い話があってあのマリノスってスーツ、オシャレスーツを提供してもらっているんですけど、はいはい、まあ、それを夏服に変わるタイミングって大体6月ぐらいなんですよ。で6月から着ないで10月にまた久々にこの前着たんですよ。そしたらなんかあめっちゃワイシャツここら辺ビーってなってるやついるなと思ったらトモキで、これめっちゃきついんですけどこれサイズ大丈夫ですかみたいな。多分その4ヶ月ぐらいでも多分ここサイズアップしててもうワイシャツはち切れそうになっててびっくりしました。成長期の小学生の制服みたいな。いや本当そうですね。あれ1年生から3、4年生ぐらいになったみたいなね。行動しづらかった。そうだからずっとこのままこうやって歩いてる感じですね。もう覚えたら破れちゃう。あれ破けるよね。実際あのズボン破けました。確かにそうだ、股のところ破けました。そんなファンからもですね、自分の自信のある自分の自信のある筋肉を見せてくださいという質問もありましたけど、どこ自信ある？自信ある、もう全部もうすごいから、特にここ最近これなのしてるよとか。腕なんすかね。だって腕去年見せてください、あの入団した時の太さと全然違いますからね。でも今はまだもうパンプアップしてないんで。いやパンプアップは試合後ですから今やってていいんだよね。腕立てした後に映してもらおうかな。やっぱり選手間でも話題ですか？話題になりますよ、もう本当に。なんか自分でもそうですね、なんか鏡見て久々に自分の腕見たら、あ、こんな太かったんだって思ってます。ハルクと名付けられた。はい、もうハルクですよ。今年のキャンプぐらいですよね。ハルクじゃんとか言って、ハルクになれ目指せとか言ったら、そこ目指します。本当に近づいてきてるからびっくりしましたね。ちょっとこれからますますちょっとオフシーズン入ったら大きくなっちゃうかもしれない、ね。いや本当に気をつけて、ね。来年多分見たら変わってますよ。また太くなったねみたいな。まだまだたくさん聞きたいんですが、お時間となってしまいました。最後にですね、このファン、サポーターの方にたくさん支えてもらったと思うんですが、そのファンへの皆さんのメッセージをお願いします。はい。すいません。先に言う？大丈夫ですか？大丈夫です。先に言われるともう言いたいこと全部言われるんで。はい。今シーズン、本当に熱い応援ありがとうございました。もうホームももちろんですし、アウェーにもたくさんの方々が来ていただいて、本当に力になりました。もうこの優勝を勝ち取れたのも皆さんのおかげですし、皆さんがあったからこそ優勝できたと思ってます。本当に感謝してます。ありがとうございました。少し早いですけども、来シーズンへの意気込みだったら見据えたものも教えてください。そうですね、来シーズンはやっぱり2連覇っていう部分がかかってるので、その2連覇に向けて今年よりたくさんの勝利を皆さんに届けられるように頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、1年間本当にありがとうございました。僕自身は、またマリノスに帰ってきて、優勝を目指してやってきたんですけど、まあ、この2年間取れなくてやっと今年、優勝することができました。それはやっぱりこのマリノスの、関わる全ての皆さんのおかげだと思ってますし、帰ってきてからコロナ禍になってしまって2年間声出しがなかった状態で、手拍子だけでサポートしてくれたのももちろんですけど、やっぱり今年声出しが解禁されて、やっぱり皆さんの声っていうのは僕たちを、もっともっともっと前に、推し進めてくれるなっていうのはすごく感じました。ホームでもアウェーでも、僕らと一緒に戦ってくださって本当に感謝しています。また来年、自分たちは2連覇の挑戦権っていうのは僕たちしか持っていないので、僕たちがその2連覇っていうのを目指して、また一つ、上のステージに上がれるようにみんな一緒に戦っていけたらなと思います。今シーズン本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。三頭筋ですか？三頭筋って言うんですか？すごい。サッカー選手別にこれまでいらないですけどね。腕はね、はい、結構大丈夫、俺の細い腕見せなくて。コウタ君のあった方がより目立つ。いやいや大丈夫だよ、これでも目立つ。すごいな、血管も。いや、こうやって動かした方がいいんじゃない？こうやって、うわこの辺りボディビルダー、これボディビルダーですか？
すごい。ポージングの練習しとこうかな。はい。あ、そういう、そういう、あ、そういう。照れてるよ。はい。めっちゃいいですね。どういうポーズしたんですか。顔。ファン無限再生ですよ。ちょっとループ。確かに。近いな。ありがとうございます。ありがとうございました。